はい、ください。イエーイ、翼の龍石を手に入れた。なんでここはお金やねん。とりあえずパーティーメンバー一人変わった。あ、かわいいかわいい、遊んでる。で、そうや、つばいだ草原島に宝石系の、宝石系のやつも、あれか、お金はいいんやっけ。まあ、それプラスの、あの、ニャゴスのクエストのこともあるけんね。つばいだ草原島行こうぜ。よし。で、場所的にはどこですか？これか？え、違うな。これ幽霊からお宝を買おうやね。あ、これか。宝石系の敵。まあ、ここが一番近い。どっちも同じぐらいか。じゃあ、向かいましょう。マジでダッシュできとる感じが全くせんけど。まあ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 。あ、今夜？みんな寝よるね。ちょっと無駄に刺激せずに行こう。あいつか。タンザーナイト。やっつけようぜ。背後から。いけるいけるいける、全然いける全然いける。待って。うっしゃー。仲間になりたいようだべ。やったね。しかもスカウトまでできたやん。やったやん。何がゲットできたんやろうな、今の。え、あと何個必要なんやった？あの、ニャゴスのクエストのやつ。どこだ？旅人クエストか。ニャゴス編。宝石オブジェシリーズのお宝を先に5種類集めた方が勝ち。今2種類やけん。これで3種類目ってことか。オッケーオッケー。んで、宝の地図、ここはないんやっけ？ここ何やった？つばいだ草原島か。ね。じゃないっすね。他。じゃあどうしよっかなー。どうしよっかなー。もう一回あっちに戻るしかないか。どっちも同じぐらいの距離やもんね。一応道中なんか勝手に、勝手に仲間たちが、え、なに？こんなとこで寝てる。お家ですか？なんか中、なんか横に、横に宝箱があったくよ。まあ、でもあれはね、ジャンクやけん。また玉とか、素材とかなのだろう。一旦帰って、どこって書いとったっけ？とりあえずクフィ砂漠島書いとったよね。ダンジョン。多分、あと一箇所ぐらいどっかダンジョン行ったら、お金集まるんじゃないかなーと思うんやけど、どうだろうか。一旦帰ろ。あ、そっか、落とすわけにいかんけんね。一旦帰ってちょっと鑑定してもらうまでは安心できんね。帰ろ帰ろ一旦。さあ、何かな何かな。お宝を鑑定しに行きましょう。はい、お願いします。何あれ、コンボ？コンボオブジェ。宝石の。やばくない？ 100 万するよ。カシノキの丸太から削り出して作られた武器を宝石で再現した芸術品。なんでそれを再現しようと思った？しかも傷ありで。傷ありで105万すげえな。価値が高すぎる。めちゃくちゃ高すぎる。ビビるわ。んで、クフィ砂漠島に行きましょう。ここにね、確かダンジョンが出とったはず。行ってきます。行ってらっしゃい。世話しないな。どのあたりだ、あれかな。なんか近くにマークが出とる。全然近くないな。なんかどこかしらマークが今、え？めっちゃ遠くない？どこ？え、待って待って待って、どこどこどこ？これか？うわ、これやん。めっちゃ遠いやん。
こっちに行けばいいんか。風岬の駅。ちょ、待って、移動しよう。さあ、これで、あれかな。186。よっしゃ、行きますか。多分、あれがダンジョンだと。うん、方向的にもそうやんね。声は可愛いんだけどもな。あ、なんかシルバーの。でもそこにドラキーおるんよね。しかもレベルも高いけんちょっとやめとこう。普通に金の宝箱の方が近くにあるっぽいけん。あれ、こっちもシルバーなんですけど。あれ、なんかこの辺じゃないの。ほらほら、金の宝箱。どこかしらのなんか岩の下だな。この辺か。あ、あったあった。よし。イエーイ。やったぜ。え、またククールやん。またククールやないかい。じゃあちょっと次、ダンジョンにね、向かいましょう。上がれねえ。あ、そういう感じの声なんや。ちょっと思っとった感じの声と違ったけど、まあ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 。ん、今あそこに。多分、あれバルーンよね。ほら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 。え、待って、すげえ、見づらい位置にあるな。あれ狙えるか？あー、ちょっと無理な気がするね。ちょいとやめておこう。んで、ここから、降りる。んでね、そこの、ん？それはバルーンではないんか。よいしょ。ベホマズンダン。おお、一定範囲にいる仲間の HP を大回復する弾。こっからなら狙えるかな。あれやあれ。あ、いける。よっしゃー。いけたいけた。あ、待って、メタルハンターや。こいつやろ。ちょ、スカウトしようや、スカウト。いけるいける。どう？スカウト。よっしゃ、スカウトできたー。オッケーオッケー。しかもなんか誰かレベル上がったやろ。誰かわからんけど。いいよ。もう一体スカウトできたんで、あとは大丈夫です。あとは大丈夫なんで、ちょっと無視していこう。あそこの岩場か。なんかちょっとあれやな、滑空して降りていきたいけど、なんか変な気流みたいなの発生しとるけん、流されそうやな。何これ、ホイミスライムとかしびれクラゲとかかな。あんまり上に行かなければ大丈夫か。よいしょ、下に降りるぜ。この辺だ。おお、来た来た。はい、ダンジョン行こう。入ります。多分この1階で、この一回でもういけるんじゃないかなと思うんやけど。お金。まあ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 、レベルもね。まあ、同じぐらいの感じっすね。でも、あれか、ルーム1でこのぐらいのレベルってことは、待って、君、ベホイミ使ったね、今、やめてよ。なるほど、君が回復技を使えるモンスターなんすね。スカウトできんかな。そう、できんかった。ドクロ大臣、足が悪いんならそこでじっとしてなよ。全部やっつけた？よし。何これ。
え、何これ、敵じゃないよね。氷の力が満ちていく。仲間たちはコールドフォースになった。何それ。なんか氷系の技が効く敵なの。よくわからないんですけど、何か意味があるのだろうかこれ。しかもなんか定期的にダメージ受けてない。気のせいか、一瞬敵って思ってしまった。キングスライム味方になったんよね。もうあんだけちょっと攻撃に苦しめられよったけど、アタックが強力なんすよ。でも大体強い敵キャラってさ、仲間になったら弱くなるけん。あるあるよね。あ、まだまだいたのか敵。待って、クラウン回復しよう。回復、ね、玉切り替えで、近い近い。近いって。多分次が、え、回復した今。今クラウン絶対回復したよね。なるほど、回復できる系や。入りましょう。ロマンゲージが1固まっとんの。ゴーレム、よいしょ、行くぜ。キングブリザード強そう。強そう。てか氷系やん。え、これをまとっとる剣ってこと。そういうことではなくてかな。いや、そういうことなんかな。シューティングスター、いや関係なかったわ。え、今ダメージ与えれた。いまいちよくわからなかったんだけど。うわ、そんなに体力減らせてなかった気がする今。この氷の木にまとわれている意味は何かあるのか。あまりにも近くに降りすぎてもちょっと危険よね。そろそろ一旦ちょっと回復しとこう。よし、オッケーオッケー。ゴーレムはちょっと強いんよね、この一番最後のボスとして。うえい。なんか他のやつ何やったっけ、キラーマシンやったっけ。あれの時めちゃくちゃ弱かったやん。なんか通常攻撃でめちゃくちゃダメージ与えれとったやん。やっぱその辺ちょっと違うんやな、モンスターによって。ランダムなんかもしれんけど、そういう回ばっかりに当たればいいのに。じゃあミスめっちゃ続くんですけど。うわー、あとちょっと。うっしゅい、ミス。もういけるんじゃない？ほらほら、よし。オッケー。で、多分お金もこれで貯まったはず。お、ドラギアンバーコイン。これ宝石系のやつやん。まあクエストには関係ないけど。よーし、これで。この島のお宝もゲットできたし、ツバイザ草原島に行きますか。あ、違う違う違う。ツバイザ草原島に行きたいんだけど、とりあえず、キメラの翼で一旦帰る。全然所持金確認してないけど、行けたよね。お、誰？ミーホン。わからない。15万。赤いスカーフがトレードマークのホイミスライムの像。スラリンの親友らしい。ほうなんや。ミーホン。バトルアックス。おお、108万。キコリが使う斧を戦闘用に改良したもの。ミーホン、なんか顔が間抜けだな。
お、団員の誰かが知らぬ間に台座に飾ったマイトレジャーを磨いてくれたようだ。ありがとな。やったね。あ、でさ、あれはメタルハンターは何が必要なんかな。何が必要なんすかね。新しいことがありそうですよ。加入させるにはメルダーってやつか。応募が来てます。うわ、レベル40やん。すげえ。普通に仲間、普通に仲間にしたいけど手放さんといかんのよね。そうかそうか。あ、またブドウエキスはある。オイルジュースが2つに、あとまあさえずりの蜜やっけ。なるほど、レベル40か、強えな。やっぱりもう一体スカウトしとくべきやったかもしれん。待って、所持金は、おーっと、80万超えてる。いけるいける。とりあえずあれやな。とりあえず買い取りに行こう。今日はどこでお宝探しするブ。ツバイザ草原島に行きます。距離的には、いや、めっちゃ遠いよね。めっちゃ遠いっすよね。でもここは解放されてないけん、くそ。早く解放したいわ。参道前の駅、こっちに行くのがまだちょっと近くなる。まあ、でも道がよくわからん感じやったけん、このちゃんと印通りに進んでいくべきなんよね。こうなんかグニャグニャってなっとるけど、わけわからん感じやけど、この通りに行けばきっちりスッと行けるんよね。無視せずにその通りに行こう。そもそもね、自分一人で生きよったら迷子になるタイプの人間がさ、マップを無視していっていいわけがないんよね。そのマップは正しいんやけん。多少なんか、遠回りじゃねって思っても、その道で行こう。ゴーゴーゴー。あれ、なんであんなにぐるっとなっとんやったっけ。なんか道が重なっとるところがあるんか。まあ分からんけど。でもまあ前回ね、最後その通りに行ったら、今乗ってるんで掘れないんすよ。あの印の通りに行ったら、前回あっという間に行けたけん、やっぱあれが正しいんよ。下手にね、壁とか登っていこうとしたら、わけのわからん道にね、自分から勝手に迷い込んでしまうんよね。でもそれはちょっと嫌なんで。あ、すごいな。なんか前さ、この辺来た時、この辺の時めっちゃ強いみたいな感じになっとったけど、あれやんね、もうあれからめちゃくちゃレベルが上がったんだな。自分たちのレベル25とかそれぐらいやったんや。30超えとかのイメージあったけど。ん？また乗っちゃったんだよね。この辺は30超えてんな。じゃあこっちか、強いなって思ったの。強いじゃねえか、結局。で、ここをぐるっと回ると。攻撃されて降りたけど、無視無視無視。あれだ！あれだよ、駅。お宝がある。さすがにこれはちょっと掘ってこう。金やもんね。イエーイ。これは何？これは？なんだ？ビスチェ系？踊り子の服とか？いや、全然違うな、それは。ビスチェとかそういう感じ？あったよ、あったよ、着いたよ。ほら、マップ通りに行ったらね、一発で着くんやって。それをね、こういう崖とかを登ろうとしよってけん、わけのわからんことになるんすよね。ちょうど今夜やし、いい感じ。どうも。外からじゃないと話しかけれんのか。おう、ちっこいお宝ハンターよ。わしのお宝が欲しいんじゃな。いいとも、譲ってやろうではないか。金さえ出せばな。では。
どんなものがお望みじゃ。そっか、この声やったっけ。はい、ください。やったね、まだ残金にも余裕があるよ。イエーイ、翼の流石を手に入れた。なんでここはお金やねん。まあでも普通に苦労したけどね。それが翼の流石と見抜くとは良い目をしておる。さすがは青き瞳のこと言ったところか。お前さんならば7つの流石を揃え宝島へたどり着けるかもしれんの。わしの役目は終わったようじゃ。そろそろ眠るとしようかの。え、私から取っていったお金は？いらんなら返せよ。え、そういえばガイゾンのやつはもうくたばったんじゃろうか。誰？あやつの顔など見たくはないが、あっちでうっかり会ってしまいそうじゃな。のうちっこいの、欲は出しすぎるなよ。さもなくばわしのようになるじゃろう。いや、もうさっきもすでに欲出されましたけどね。77万も取っていかれたし。ではさらばじゃ。え、あのお金持ってあの世に行く感じ？いらんやろ。返せ返せ。めっちゃ踊りながらどっか行ったし。召されてった。いや、ちょっと待って、私、埋もれてるんですけど。翼の流石、翼の形をした不思議な石、すべてを包むような優しい力を感じる。とりあえずこれで、うん、ゲットしました。帰りますか。あ、ここ使えんのやっけ。せっかく駅にいるのに使えねえじゃねえかよ。ふざけんな。ギガンテスとか候補の中にも入ってなかったと思うよ。スカウトすらできてないってことよね。くっそ、帰るわ。リシシ、なんだろう。これはマジカルスカウトか。なるほどなるほど。お、結構すごくない ?151 万よ。魔力を込めた生地で作られた服。備品。159万になった。はい、そして、翼の流石。レジェンド。うわー、すげえなー。2000万？ 2221 万。すげえな。さあ、これで次のメインを進めていくためには、竜国の迷宮なんか。なるほどね。お宝を集めて段を大きく。段ランク10。竜国の迷宮。まあ、でもレベルもだいぶ上がったし。次はいけるのではと思っている。ね、マヤ自身もレベル32になったし、レベル40近くの子もおるし。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まああれよね。その普通のダンジョンに比べて、竜国の迷宮って、めちゃくちゃ回数が多いっていうのが難点よね。そこもルーム5ぐらいで終わってくれたらいいのに。